はい、どうもこちら渡辺です。今日はですね、まあ、新型のこのオープンイヤー型のですね、このワイヤレスイヤホンのレビューになるんですが、結構ここ最近耳がフリーのこのオープンイヤー型のイヤホン流行ってると思うんですけども、今回レビューしていくのはなかなか他にないポイントがですね、盛りだくさんな製品になってます。それがですね、こちらです。今日レビューしていくのがですね、イミートエアフローっていうですね、製品になっております。実はですね、これ発売したのちょっと前になるんですけども、この発売した時に結構これね、注目度高くてですね、レビューしてくださいっていう声もね、たくさんあったんですよね。で、今回はこちらですね、楽天スーパーセールのタイミングということで、今回レビューする機会をいただきましたので、実際どんな感じなのか使ってみました。まあ、正直これはなかなか強い特徴ありますので、ちょっとね、実際にね、使ってみた感想をお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。はい、ということで、イミートエアフローということで、どんな製品なのかざっとまとめます。まずこちらオープンイヤー型イヤホンです。耳がフリーで開放的な装着感になります。まあ、周囲の環境音とかもそのまんまですね、耳に入ってきますので、まあ、移動中とかに使っても安心ですよというものですね。まあ、周囲の入ってくる音をノイズキャンセリングみたいにカットすることはできないので、まあ、用途はある程度絞る必要はあると思います。で、その他マルチポイント機能も入ってますので、2台の同時接続なんかも可能になってます。で、ちょっとね、もう開封しながらですね、強いところですね、見ていきましょう。はい、まず中身がですね、こちらになっております。はい、ということでケースですね、開けていきますと、こちらが今回の、イヤホンのケースになっております。で、これを開けるとですね、この時点で他と違う特徴一つあります。なんだこれはっていうんですね、なんかちょっとね、棒みたいなのが入ってますよね。まずこちらがですね、このイヤホンのね、本体になってます。まあ、一般的な形状の、オープンイヤー型のイヤホンかなっていうところですね。で、これとは別にですね、はい、これが入ってるんですね。これパッと見何なのかよくわかんないと思うんですけど、実はこれですね、マイクになってます。はい。なんでまあ普通に音楽を聴くときとか運動するときに使えるんですけども、こちらのブームマイクをですね、なんと、このイヤホンにブスッと接続することで、まあ要は通話するときにですね、このブームマイクから声をですね、拾うことができるようになるということです。よりこの声をクリアにですね、届けることができるようなマイクもついてるんですね。まあ、これ結構珍しいですよね。通話専用のですね、こういった製品はあるかもしれないんですけども、まあ、普通に音楽を聴いたりとか、一般的なオープン型として使えるのに、マイクも別でついてます。しかもですね、こちら、このままの状態でももちろん通話可能です。マイク入ってます。オプションとしてブームマイクがついてますので、まあ、もっと音声クリアにしたいなっていう時につけることができるっていう仕組みが採用されてます。これは結構珍しいと思います。ちなみにこちらのブームマイクですね、左側にこう装着することもできて、こっち右側になるんですけども、なんと、はい、右側にも装着できますので、どっちにも装着できます。左右付け替え可能なブームマイクとなっております。で、しかもこのブームマイクはケースに、はい、収納することができますので、常に持ち運ぶことができるっていうところですね。ここがまあ大きなところになっております。で、その他ですね、このケースにもちょっとですね、特徴があります。なんとですね、こちらのケースですね、UV ライト除菌機能が搭載されてます。まあ、こちらのケースにイヤホンですね、しまいますと。で、ケースの蓋を閉じます。そして、ここにボタンがあるんですけども、このボタンをですね、長押しします。5秒間長押しします。で、長押ししますとですね、こちらのボタンのところが今紫にね、光ってると思います。で、この紫に光っている間が UV ライト除菌中ということになります。これ約5分くらいでですね、完了するので、まあ除菌したい時にこの状態でね、しておけば、まあイヤホンとかマイクをこの清潔な状態にして使うことができるっていうことになります。まあ今までこのイヤホンのケースにこの除菌機能が入ってるものね、1個だけちょっと使ったことあるんですけども、なんとなくそういう機能入ってると、ちょっと安心感が増すというか、まあプラスアルファのメリットになるのかなっていう感じですね。はい、ではですね、詳細の方見ていきましょう。まずはデザインから見ていきます。まずケースですね、こちらになっております。ケースのサイズ感は、まあ、オープンイヤー型のイヤホンとしてはちょっと大きめになってます。横にこう長くてですね、厚みもそこそこあるのでサイズはちょっと大きい。まあ、なぜかっていうと、もうこれですよね、ここにマイクも入ってますし、まあ、この形状的に、まあ、ちょっと大きいですね、ケースになってるのかなっていう感じはあります。まあ、ポケットに入れるにはちょっと大きいかな。で、このケースはですね、マットな質感になってます。で、背面にはこれ Type-C がついてまして、こちらで USB-C 充電ができます。ちなみにワイヤレス充電には対応してい
ていないみたいなので、有線で充電していく必要があります。このイヤホン部分はちょっと丸みを帯びたデザインになってます。で、内側にですね、スピーカーがついてるっていう感じですね。で、接点はここについてます。で、イヤホンのこのフックに関しては、この一番てっぺんの部分がちょっと細くなっておりまして、で、だんだん少しずつね、太くなっていくような構造になってます。で、フックの裏側のところがちょうど耳のね、後ろに来るような形ですね。で、こちら操作に関してはタッチセンサーになってますので、このイミートのロゴが入っているところをタッチして操作をしていきます。本体の重量を測っていきます。イヤホン本体が約 8.6g となってますので、まあ、比較的軽量な設計になっております。ケースとイヤホン本体全部込みの重量で、約 102.7g という重量感になっております。この文マークの先端にですね、こちら、なんとボタンがついておりまして、これミュートボタンになってます。なので、通話してるときに、ちょっとミュートにしたいなってときに、このマイクのところをですね、キュッと押し込む形で、まあ、すぐにミュートにすることもできるということですね。なので、結構これ、通話が多い方には、刺さるイヤホンなのかなっていう気がします。ちなみにこちらのマイクの接続端子は、中に独自の端子になってます。あまり見たことない端子になってますので、まあ、他のマイクに交換とかですね、そういったことは難しいのかなと思います。はい、ちなみに付属品はですね、こちらで全てになります。まあ、このキャリングポーチが入っているっていうところと、あと説明書が入ってます。これ日本語も入ってます。で、あとこちらですね。これ何なのっていう感じなんですけども、これのシリコンのなんかストッパーみたいな、部品ですね。で、こちらも必要に応じてなんですけども、このイヤホンの後ろのところですね。ここにこう装着をして、まあ装着感というか安定性をさらに高めましょうみたいなパーツになってます。まあ正直これなくても全然安定してますので、まあ個人的にはこちら別に使わなくてもいいと思います。で、あとこの USB の A から C のケーブルと、あとこれがね、嬉しいんですよね。これも結構特徴的なんですけども、なんとこれ USB ドングルになってます。これをですね、パソコンとかに接続することで、PC に、まあ、ドングル経由で接続も可能です。で、その場合はですね、遅延もかなり少なく接続ができるので、PC に、まあ、超低遅延で、接続できるんで、クリエイティブ作業で、長時間ですね、作業するときに使うのもいいかなっていうふうに思いました。ちなみにバッテリー持ちに関しては、こちらイヤホン単体で最大8時間となってます。で、ケース込みで最大40時間の再生となってますので、まあオープンイヤー型というところもありますので、比較的ですね、バッテリーのね、時間長いということですね。はい、ちょっと装着感をですね、お見せしていきます。はい、イヤホン取り出しまして、はい、装着すると、このような、形になります。これフィット感はですね、かなり良くて、まあ、装着している時の感覚としても非常に軽めですね。まあ、引っかかりとか、このメガネとか帽子への干渉も感じにくいですし、まあ、こんな感じで頭を振ったりとかですね、まあ、ワークアウトをしたりとか、結構ですね、激しめに動いても、全然ずれないというところもあるので、これワークアウトとかで使うのは全然ありかなと思います。運動中ですね。で、昨日実際にこれでですね、ワークアウトしてるんですけども、まあ、かなり安定していて、まあ、非常に快適にですね、ワークアウトすることができました。はい、じゃあ続いて音質に関してなんですけども、こちらドライバーに関しては、こちらね、16.2mm の大口径ドライバーが採用されているというところですね。で、音質に関しては、まあ、ここ最近のこの音質全振り系というか、音質に非常に強いですね、オープンイヤー型のイヤホンと比べると、ちょっと一段下かなっていうところで、まあ、平均クラスの音質かなっていうふうに思います。割とクリアで音の広がりとかはね、あるんですけども、まあ、低音の深みとかパンチはそこまでなかったりとかします。あと、解像感とか生音感とか、まあ、そういったところまで感じるっていうタイプのイヤホンではないというところで、まあ、音質はこのオープンイヤー型イヤホンでは平均クラスかなと思います。一応バーチャルショーね撮ってみましたので、聞いてみてください。こんな感じです。はい。ではですね、音漏れのチェックもしてみましょう。こちらですね、音漏れに関しては、音の出口が耳全体をカバーする、特殊設計と、音波を打ち消す技術をね、採用してるみたいですね。まあ、これによって、この音がですね、耳の外側へどんどん広がっていくことがないような設計になっているみたいです。例のごとく、こちらにですね、ショットガンマイクがありますので、今ちょっと音楽をですね、流してみるので、音漏れをですね、チェックしてみてください。行きましょう。はい、じゃあ行きまーす。まずは 50% から行きまーす。今 50% なんですけど、50% でも結構ですね、音量大きめですね。
はい、ということで音漏れいかがでしたでしょうか。ショットガンマイクの方で拾ってますので、まあ、ある程度音漏れはしてたと思いますけども、これね、5割くらいにしておけば、まあ、周囲への音漏れはそこまで気にならないかなっていう感じですね。6割、7割で結構ね、まあ、シャカシャカ音っていうのが外に漏れてる感じはあります。はい、ではですね、アプリについて紹介していきます。アプリはですね、こちら、イミートチューンっていうですね、専用アプリがありますので、これにね、接続していきます。で、こちらでバッテリーのまず残量がわかりますよっていうところと、EQ ですね、カスタマイズができます。高音強化、低音強化、ボーカル、クラシックと。このクラシックっていうのがデフォルトになっておりました。で、カスタマイズをしていきまして、編集としていきますと、5バンドですね、プラマイ6で、こちら EQ 設定が可能になってます。で、EQ に関しては、はい、保存していくとですね、1個まで保存できるっていう仕組みになっています。で、あとね、音量の調整ができるってところですね。で、あとタッチ操作に関してですね、設定ができます。音楽聴いてるときに、1回タップで今再生停止です。2回タップで次の曲。3回タップで前の曲っていう感じですね。ただこれね、音量のアップダウンはなさそうですね。音量に関しては接続している、まあ、スマホの方で操作する必要があります。ちょっとそれも欲しかったかな。通話時は、まあ、1回タップで応答、電話を切るにもできます。拒否するもあります。まあ、こんな感じで選択が可能です。あと3回タップの操作もあるっていう感じですね。まあ、こんな感じで簡単な操作の設定が可能です。まあ、比較的シンプルなアプリかなと思います。じゃあね、ここからがですね、ちょっと本題みたいなところになるんですけど、通話ですね、ちょっとチェックしていきましょう。まずは、このイヤホン単体での通話品質ですね、チェックしていきます。はい、どうもこちら、渡辺です。こちらはイミートエアフローの、内蔵のマイクを使って、音声を収録しております。マイクの品質はいかがでしょうか。ではちょっとここでね、ノイズを流してみようと思います。はい、今スピーカーからですね、この駅周辺のね、音、ノイズを流しておりますが、音声の方いかがでしょうか。このような形になります。さらにイヤホンに直接風を当ててます。音声の方はいかがでしょうか。こちらは内蔵マイクの品質になります。で、通話中にブームマイク接続したらどうなんだろう。はい、ということでここからですね、ブームマイクを接続していましたが、音声の拾い方はいかがでしょうか。まだね、ノイズとか何もない状態です。純粋な声の拾い方をチェックしてみてください。では、ここからノイズを流してみようと思います。はい、今こちら駅周辺のノイズをですね、流している状態になりますが、音声の方はいかがでしょうか。イヤホンに直接風を当ててますが、マイクの品質はいかがでしょうか。はい、じゃあですね、ちょっとミュートも試してみましょう。今ね、直接ね、ミュートしますね。いきますよ。はい、今ね、ミュート解除しました。こんな感じですね。まあ、しっかりとですね、ミュートの方も反応していたと思います。しかも、通話中にですね、いきなりこのブームマイク接続してもね、ちゃんと反応、切り替わっておりましたね。はい、じゃあちょっと収録停止します。はい、ということで通話品質チェックしました。まずですね、ブームマイクなしの場合の音質も、まあ、決して悪くはないなっていう印象だったんですが、ブームマイク接続した時の音質はですね、やっぱりそこからさらにこの声の低域とかもしっかり拾っていましたし、ノイズ感もさらに少なくなって、まあ、よりクリアで自然にですね、まあ、声が収録できていたと思います。ということは、まあ、通話する時とか、まあ、音声チャットする時とか、まあ、ビデオ会議する時とかに、このブームマイクね、ブスッと接続してあげると、まあ、1段階グッとですね、まあ、音声の質を引き上げることができると思います。で、さらにですね、ノイズね、ちょっと流していたんですけど、これデュアルチャンネルノイズキャンセリングをですね、実現しているということです。これ話している自分側も相手側からのノイズも含めて、最大50デシベルですね、ノイズを除去するということで、双方向でよりクリアに自然にね、通話ができるように、ノイズをしっかりとカットしてくれているということですね。これ通話性能は、まあ、かなりこれ強いんじゃないかなと思います。特にブームマイク接続した時ですね。はい、っていう感じですかね。ということで、まあ、今回ですね、イミートエアフローというですね、オープンイヤー型のイヤホンレビューしてみたんですけども、まあ、音質に関しては平均クラスかなと思うんですが、やっぱりこのブームマイク、こちらの付属っていうところで、まあ、一気にこちらの製品の価値が上がってるなと思います。通話品質が強いっていうところ。で、あとは個人的にはこちらですね、ドングルですね、こちらが付属しているっていうところも強い。パソコンとかにですね、こちらを接続して簡単にですね、使うことができますので、この利便性も高いと思います。で、まあ、欲を言えばっていうところで言うと、まあ、ブームマイクがここに入るのいいんですけども、この
USB のドングルもできれば、まあ、ケースに入るとなお嬉しかったかなっていうところですね。ここは一つね思いました。はい、ミートエアフロー通常価格はですねこちら 21,999円となっているんですが、今回こちらですね楽天スーパーセールということで、17,999円となっておりますので、ちょっと通話強めでブームマイクがあってドングルも使える、まあ、オープンイヤーイヤホンですね、欲しいという方はねチェックしてみてください。ということで今日こんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。